株式会社沖縄山形屋は、かつて沖縄県那覇市牧市の国際通り沿いに存在した日本の百貨店。鹿児島県に本社を置く山形屋の子会社だった。戦前の1922年に那覇市西本町に開業した山形屋五福店沖縄支店が始まりで、1930年には那覇市東町に新築移転して沖縄発となるデパートを開業した。 1944年10月の空襲では建物が消失するも従業員寮に仮営業所を開設して営業を継続した終戦後の1950年独立して沖縄山形屋となり那覇市2区9組の上里原通りの一角に新店舗を構えて営業を始めた1953年には沖縄本島中部の小白村に小刺店を開店 さらに1955年には国際通りの一角に移転して真相回転した。1972年5月には本土復帰に伴う急激な変化に対応するため、再び山形屋と資本提携、その参加に入った。その後、国際通りに面する高立地や経済成長を背景に、1991年3月期に約1 0億円を上げるなど好調な業績を、 上げていたしかし、郊外への大型転進室などの影響で店舗のある国際通りの集客力が低下した上、売り場面積の拡大ができなかったことなどもあって、1998年2月期は約71億円、1999年2月期は約57億円と急速に売り上げが減少、当期損益約2.74億円の損失となって、 1> 約1.53億円の債務超過に陥り、新年度入り後も業績の改善が見られないとして1999年8月31日に閉店することとなった。閉店となった1999年8月31日に全従業員134人が解雇されることになったが、そのうち閉店時に雇用先が決まっていたのは、 鹿児島の山形や本社のグループ企業の受け入れる21人と当社の圧戦で沖縄県内の企業に転職が決まった20人の合計41人のみであった。閉店後、建物はそのまま残され、2000年1月11日には当時の山形や社長の岩本京一の名前で那覇市への一括買取を要望していたが、財政的問題から同市は買取を断念。 なお当時、山形憶測は一括での賃貸、買取以外を認めなかった。翌年には、同市が賃貸という形で打診したが、山形憶測が売却することを望んだため再度、断念した。計画では、後地に、那覇市観光協会、那覇市経済環境部観光課及び、同市当たり間にあった那覇市伝統工芸館を移転させる予定であった。その後、 2001年11月13日に、ジーマが16億円にて買収する売買契約が成立したものの、2002年9月に買収を断念した。その後、通り会や有志企業などが出資して、株式会社国際通り活性化が設立され、同社が2003年1月までに、沖縄山形屋との間で土地と建物の売買契約に合意し、建物の解体作業を開始した。 あと地には、ホテルジャルシティナハが2006年6月20日に、開業した。なお、2001年には、当時同市久米にあったナハ防衛施設局が、カデナ町へ移転するまでの暫定的な移転先として、候補に上がったこともあったが実現せず、同市、前島の白布島にあるターミナルビル、トマリン、内に移転した。ありがとうございます。